水戸町箱根ヶ崎付近東京都道44号、水戸富岡線は東京都西多摩郡水戸町と大梅市富岡を結ぶ都道である。通称岩蔵街道。大梅市前付近で首都圏中央連絡自動車道大梅インターチェンジに接続している。起点を杉国道16号水戸バイパスを越えた辺りには両脇にシクラメン栽培の温室が多く。 シクラメン街道とも呼ばれる。また終点には、冷静若歌湯の岩蔵温泉がある。水保町の岩蔵街道入り口交差点、岩蔵温泉交差点までが原道である。途中、岩蔵街道交差点で、国道16号と交差し、大梅インター入口では、首都圏中央連絡自動車道を梅インターチェンジと、交差する。国道16号から、県王道までの区間は、 日中上下線とも混雑をする。下りに限っては、大梅インターチェンジから国道16号を経由して、八王子、川越方面、さらには新大梅街道を目指す車も多いため、岩蔵街道交差点を先頭に、大梅市、境まで渋滞することが多い。これには、武蔵村山市など新大梅街道沿線のショッピングセンターや、総合病院の最寄りインターチェンジに、 中央自動車道国立府中インターチェンジと、大梅インターチェンジが併記されていることも大きい。上り側は、大梅インター入り口第2を直進すると、道道からそれて、大梅市道となり、川辺駅、東大梅方面へ、アクセスができる。岩蔵街道はここで右折し、反応方面に進路を向け、大梅市、遅きの Y 字交差で、道なりに行くとバイパス。 右に行くと岩蔵温泉となり、こちらが原道である。原道は中央線の内郷道だが、反応、国道299号方面へのショートカットになっており、たびたび中型車両の離合ができなくなるなどで渋滞が発生する。バイパス方面は、反応支給殴り損域や、小丸峠、秩父地域へのアクセス路ともなっているが、 原動に比べ交通量は少なく、比較的流れは緩やかである。本線バイパスを埋め3.43を埋め東端線、大目インター入り口交差点から、反応市中心部の三ス台団地、反応駅南口方面に至るバイパスを作る、計画が存在した。反応市側の三ス台通り終点が、T 字路なのに右折レーンが分離されてきるのは、この計画の名残である。 ありがとうございます。